あ、この場所っていうか景色っていうか2世代くらい前のハードみたいっすわ。懐かしいっすな。発売当時は生まれてなかったけど、ドットからポリゴンに本格移行した最初の頃はこんなんだったんすよ。今見ると無残っすね。当時は大はしゃぎだったみたいっすよ。やっぱ職人芸の域に達していたドット絵と比べると貧弱ですからね。ま、この話オタクでもなきゃ興味ないっすな。早くやっちまいましょう。自分夕食当番なんすよ。食堂で食券取るだけですが。あ、この衣装っすか？いつもの戦闘服とは違うけど。ゲームっぽいとこならこういう格好の方が似合うと思いません？実用性皆無のでっかい剣とかロマンスはビキニ鎧とか。まあ攻撃は結局魔法なんすけどね。やるからにはテンション上げたいですし。ほんじゃサクッといきましょう。サクッと50分が理想っすね。仮ゲーの基本っすよ。とりあえず魔物探しましょう。連携はいつものでいいでしょう。しくった、ジャンル勘違いしてましたわ。どっちかっていうと仮ゲーってより MMO のエンドコンテンツのが近い。専用の連携考えなきゃ。先輩のスキルって何でしたっけ？あ、そうっすね、MP チャージっすね。いいでしょう、自分が作戦立てます。魔物のゲームにバランスも何もないっすから。敵の攻撃力はチートです。ただしルールっていうか魔物の習性なんでしょうね。攻�撃の間隔は5秒。攻撃手段は右腕を縦に振る、尻尾での投げ払い、ブレス、雷。雷のダメージと攻撃範囲がヤバいですが、幸い優先度は低いっす。なので注意すべきは前方扇状に属性攻撃のブレス。事前に情報があるなら耐性防具持ってきたんすけどね。ないものねだりっす。そういうわけで先輩は範囲外へ。盾の氏のそばにいたら安全でしょう。自分は風の障壁を張りつつ突っ込みます。鳴海氏の障壁は盾の氏が。鳴海氏肉体強化の魔法以外は苦手らしいっすから、次の攻撃までに足を取る。ゲームと現実の違うところっすわ。ゲームじゃ HP1 でもピンピンしてますが、現実で足を怪我したら立てない、これ常識。先輩は自分と盾の氏に魔力を送り続けてください。鳴海氏は強化使えるだけの魔力があればいいんで大丈夫でしょう。終わったらその後の戦略は盾の氏にお任せするっす。このフリーダムさんに喧嘩を売ったのが間違いっすよ。はい、討伐完了。さっさと帰りましょう。やっぱ疲れるのはダメっすわ。寮でゴロゴロしてる方が楽しいっす。自分インドア派なんで。いやいや楽しかったっすよ。たまにならやってもいいと思います。でもほら先輩は一日引きこもってゲームしてる幸せを知らないから。そうだ、今度うちに来ましょう。仮ゲーの楽しさを教えてあげるっすよ。そうだそうだ、持ってないなら先にソフト買わないといけないっすね。買いに行きましょう。明日にでも2人で約束っすよ。